今回はマクドナルドでハワイアンズバーガーのガス切りポテト&ビーフを購入したので食べていきたいと思います。ザク切りポテト&ビーフクリーミーハラペーニョが正式名称みたいですね。長い名前ですね。こちらもハイビスカスで茶色い感じですね。ちょっと揚げてきますけど、見た目は熱いハッシュドポテトですかね。こちらザク切りポテトらしいんですけど、それが入ったハンバーガーですね。ちょっと面白いですね。ちょっと切っていきますね。どんな味か気になるところなんですけど、ハワイアンですからね、どんな味なんですかね。これ真っ二つに切って、断面はあ、やっぱ美味しそうですね。これこちらハンバーグとポテトですね。ポテトがちょっと潰れちゃいましたけど、やっぱりこんなもんですかね。肉もいい感じですよ。何ですかね、バーベキューソースですかね。上のやつはソースがちょっとわからないですけど、とりあえず切って食べていきたいと思いますね。ちょっとどんな味か気になりますね。ハワイアンですからね、どんな味でしょうか。こちらいただきます。うん、やっぱ結構深い味がしますね、バーベキューソースが。普通のマックチキンのあれですね、バーベキューソースと全然違いますね。こっちの方も美味しいですね。でそれに芋とっていうところで、ざく切りポテトの味わいがいいですね。食感もいいですし、やっぱ甘みがありますよね、ポテトだと。それでやっぱり深みがある味になってますね。面白い味ですね、こういうの。期間限定ならではってところで、マクドナルドならではの安定感の味あれですね。まあ確かにポテトと、ね、ハンバーグなんで相性抜群ですし、おまけにこのハワイアンバーベキューです、ソースですかね。それが本当にいい味出してるんで、これはいいですね。やっぱりなかなか食べ応えあっても美味しいですね。やっぱりポテトがいい感じですよ。やっぱりポテトとソースの絡みがやっぱりいいんですよね。絶妙なんですよ。多分バラバラだと大したことないかもしれないですけど、この組み合わせがいいんですよね。ポテトとハンバーグと特製のバーベキューソースですね。あとマヨネーズもちょっとついてですね、いい組み合わせですね。まあ期間限定なのでぜひと思った感じですね。初めこれマヨネーズだと思ったら辛いんですね。ちょっと辛口のソースですね。ちょっと辛口な味が感じがしますね。それも面白い味ですね。これ確かにハラペーニョと書いてあったんで、これがハラペーニョなんですね。多分ただのマヨネーズにしたらちょっと緑っぽいですもんね、こちら。やっぱマクドナルドも面白いことしますね。こういうふうにパンとバーベキューソースとハンバーグとざく切りポテトとチーズとハラペーニョソースってことですね。つまりは、まあ、確かに面白いですね、この味は。期間限定なんで、
ぜひと思ってるところですけど、高いのがちょっとたまに来るですね、やっぱり。もうちょっと安かったらいいんですけどね、っていうところですね。はい、最後の一切れいただいちゃいますよ。うん、バーベキューソースがすごいですね。ここまで深みのあるソースはなかなかないですね。うん、まあ、こういうのが美味しい秘訣なんですね。本日はこの角切りポテト&ビーフをいただきました。ご視聴ありがとうございました。